皆さんご一緒に、ご唱和ください。イエもうちょっと飲まなきゃ。何より鮮やか拍手。
ライブとね、Q2さんのライブがありますけどもね、その中で、ちょっとね、本名でやらさせてもらってますけれども、ね、本名ありがとうございます、ね、まあ、今日は昭和歌謡を歌うということで、今軽くコードを弾いたら全然違うことになりましたけどね全然違うところに弾いてました。昭和、昭和じゃないですね、1978年ぐらいの歌ですよね、先ほどね、2曲ぐらい、今年はね生まれてないわ、生まれてなかったなわけだ、あ、びっくりした、生まれてなかった、びっくりしたね、もうね、それぐらいの曲というかね、今日固めていただくんですけれども、サザンオールスターズの歌を、衝撃を受けたというか、なんか、彼女が彼女の指で分けただけ、それがしびれる仕草、かっこいいですね。このなんか歌詞を聞いた時になんだこれっていうね、衝撃を受けました。その度になんかとね、女の人が髪をかき上げるとかね、ものすごく刺激的に感じた、ね、16歳の、春ね、あれじゃない、かき上げる髪があるじゃない、かき上げた後にね、ラーメン食べないようにね、知らない風
ギターを弾くんでね、その辺が自分の指の感覚と全然合わないんですけれどもね。ちょっとバラードというか、ちょっと切ない曲を多分皆さんね、キュンとするような泣く準備ね、もう本当にね、今から帰ってね、皆さん制服着てこないようにね、心筋梗塞になるわ別の身の気分じゃあよかったら一緒に歌ってもらえればと思いますけど、今日は安心や、グッドバイマ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 Thank you.
一人でその時の思い出に浸ってましたけどね、すいませんでしたね。どんな思い出？彼女がね、そのまま妙談に聞かされてね。切ない。切ない。地下鉄に乗ってね。私は、ね、学びが丘駅のバスにね、去っていったというね。パティオのパティオのね、本当に噴水の前でね、友達と語りながら、ね、そんな思い出はどうでもいいかなと思いながらね、わかりやすい、大事大事、大事だね、さっきね、早いもので、はたたくじ、もう最後の曲となります。まだ2曲目、びっくりしたの、なんか35曲ぐらい歌ってる曲があるんですけど、おかしいな、おかしいな。いやでもなんかこうね、一発目にやってこう盛り上がってくれたらね、今日のこの後、クロスさんのね、リープレイももう本当にすごく盛り上がるんやなと思いながらね、リープレイさんがありがとうございます。まあ最後の曲、ちょっとね、こんな、ところでハーモニカがいるんかっていうようなぐらいね、短いハーモニカを吹いてみようかなと思います。今の
のこの姿だけですよね。なりましたなりましたね、今のこれだけで、はい、吹かないかもしれませんね。最後の曲なんで、皆さんで、ご唱和いただければ、幸いでございますね。一緒に歌える曲なんで、皆さんよろしくお願いします。
Choo choo choo.